みんなの間に知を広める VTuber の相田千尋です。今日は世界各地で集まるオタクというタイトルで話をしていきます。教科書をお持ちの方は下巻の94ページから95ページをご覧ください。今回のトピックは日本国外のオタクはどのように集まっているというものです。日本国外のオタクはどのように集まってるっていう話をする上で、まず日本国内ではどのようにオタクが集まっているかについて見ていきましょう。日本のオタク向けイベントとしては、アニメなどの特定の作品のファンイベントはもちろんのこと、コミックマーケットなどの同人誌即売会、そしてアニメ関連企業やゲーム関連企業が多く出展するイベントというものがあります。例えばアニメジャパンにはアニメ関連企業が多く出展していますし、東京ゲームショウにはゲーム関連企業が多く出展しています。こうしたイベントっていうのはたくさんのオタクがいる日本ならではのものと言えるかもしれませんが、実は日本国外にもこうしたオタク向けのイベントというのはいろいろあるんです。事例をいくつか紹介します。一つ目はアニメエキスポ。これは1992年から米国で開催されているもので、アニメ関連の企業が多く出展しています。さらにアーティストアレイと呼ばれる即売会エリアがあるんですけれども、売られているものは同人誌っていうよりかはこうイラストカードとかポスターですとか、あるいはグッズというものが多いみたいですね。二つ目の事例はジャパンエキスポです。これは2000年からフランスで開催しているイベントで、必ずしもオタク文化だけではなくて日本文化全体の博覧会なんですけれども、その中で人気の展示としてオタク文化関連があるよっていうイベントになっています。3つ目の事例はファンシーフロンティア。これは2002年から台湾で開催している同人誌即売会で、この同人誌即売会、浅森さんも実際行ったことがあるんですけど、これは結構日本の同人誌に近い同人誌が売られているという話でした。あとは声優などによるトークイベントもあるみたいですね。こうした日本国外のイベントでよく見られるものとして、コスプレイヤーさんがたくさんいるというものですね。日本でもコスプレというのはだいぶ広がってきましたけれども、かなりカジュアルにコスプレをしている様子が見て取れます。そうは言っても、オタクだらけの日本に比べて、日本国外ではそこまでオタクの人口が多いというわけではありません。例えば、米国やヨーロッパにおけるオタク文化っていうのは、数ある海外文化の一つ、日本のイケてる文化の一つぐらいの印象で、実際誰もがオタク文化に接しているという感じではないんですけれども、ただ都会に行くとですね、オタクショップっていうのを見かけることもできます。あるいは本屋さんに行くとこう漫画、つまりジャパニーズコミックの棚があったりとか、それぐらいの浸透はしているわけですね。一方でアジア、特に東アジアでは今やオタク文化っていうのは若者文化としてかなり浸透しています。どれぐらい浸透しているかというと、アニメキャラのラッピング列車が走っていたり、大学にオタクサークルがあったりします。浅森さん、前に中国の北京大学に行ってきたんですけれども、そこで新入生と間違われてサークルのビラをもらったんですよね。でそこにこうオタクサークルのビラがあったんですね。まあ、そういう感じでですね、かなりオタク文化が浸透している。ですので東アジアの若者においては、オタクたちがイベントとかではなくて日常的に集まれるコミュニティというものがすでに存在している、そういう状況になってるんです。また中国では動画共有サービスビリビリというのがかなりですね大きな存在感を持っていまして、このビリビリっていうのは日本で言えばニコニコ動画に近いんですけれども、実際オタク文化関連の動画がいっぱいあるんですが、このビリビリではその動画だけではなくて、例えばゲームの配信を行っていたり、アズルレーンとか有名ですよね、あとは漫画の配信を行っていたりとか、オタク文化に対するコンテンツをこうビリビリに行けばひとまとめ摂取できる、そういう場があるんですね。こうしてビリビリによって中国でのオタク文化の普及が進んでいるというのはあると思います。では今回のまとめです。日本国外のオタクはどのように集まっているというと、米国のアニメエキスポやフランスのジャパンエキスポのようにオタクが一堂に会するイベントが日本国外でも開催されています。特に東アジアではオタクがかなり多く、日常的にオタクが集うコミュニティが目立っています。今回の話はこれでおしまいです。ご視聴ありがとうございました。